衝撃、ラビットの演出にネット賛否、人気芸人が本気で泣いた真相とは、ネットの声は複雑。ラビットの演出に対してネット上で賛否両論が巻き起こっています。人気芸人であり、総合格闘家でもある南川さん、41が12日、TBS 系のバラエティ番組ラビットにスタジオ出演しました。その中で、南川さんが苦手な食べ物を無理に食べさせられるシーンが賛否を呼んでいます。この日の番組では、敬遠してきたものというテーマで、他局の番組をモチーフにしたチーム対抗の食わず嫌いようという企画が行われました。お笑いコンビアンタッチャブルの柴田秀嗣さん率いるチームと、MC のキリンの川島明さん率いるチームが、用意された食事を駆け引きしながら楽しんでいました。賛否の声が上がったのは、川島チームのラストバッターである南川さんがセロリを食べる場面です。マヨネーズをつけてセロリを一口かじった後、柴田さんから残っているセロリをマヨネーズをつけずに食べるように指示され、南川さんは4分割にカットされたセロリを丸ごと口に入れました。その後、南川さんはむせるような仕草をし、拘束しました。涙目になり、顔を下に向けたり上に向けたりと落ち着きを失いました。両チームが次の指名相手を考える間も、南川さんは顔を覆って声を出せない状態でしたが、同じチームのメンバーが隣に座っている南川さんに残りのセロリを完食するように指示しました。周囲は手を叩いて笑っていましたが、南川さんは口いっぱいにセロリを詰め込み、目を真っ赤にして震えていました。すぐに一巡目で、柴田チームから南川さんが指名され、参りました札を早々に出し、苦手な食べ物だと判明しました。ネット上では、大の大人がガチで泣いてたやん。めっちゃ面白かった朝から笑って幸せスタートといったポジティブな声のほか、横でゲラゲラ笑ってて、完全にいじめみたいに見えてしまった神経疑うはマジでただのいじめ。ヤンラビット最近悪ふざけ多い気がするといったネガティブな意見もあり、反応も分かれています。コメント。面白かったけれども、おそらくこのような記事が出てくるだろうな、と思った。もし本当にダメなら、口から隠して出せる状況だったし、南川さんも美味しいと思ってずっと口に含んでいたのでしょう。一般人と芸人を同じレベルで考えるのは間違っていて、その区別がつかない人はバラエティ番組を見ない方がいいです。気分が悪いと感じるのは当然ですが、もしクレームを入れている人がいるなら、他にも番組はたくさんありますから、自分で選んでみないという選択をしてほしいですね。今回の場合、事前に嫌いな食べ物は何ですか？食わず嫌いをやるけどこれにしますか？と聞かれた上で、当人が選択しているはずです。それなら苦手なものを食べたとしても、美味しいと判断しての行動だからいじめにはならないでしょう。仮に絶対 NG にしていたのにスタッフが強行した場合、今の時代では訴えることができるでしょうし、これをいじめだと騒ぐのは本人も不本意ではないかと思います。他人が苦しんでいるのを我がことのように考えることは大事ですが、その人の判断や決断を尊重することもまた大事だと思います。最近は、SNS でラビットに対する批判を見かけ、それが記事になって批判される傾向がありますね。先週の正午に続いてのことです。私はこれをいじめとは考えませんでした。相手も芸人であり、南川が美味しいと思っているだろうと、愛情を込めて周囲も彼をいじっているように見えました。逆に無視される方が芸人としては辛いでしょうからね。ラビットの視聴者は、そのようなノリや冗談が通じると思いますし、これが嫌な人は羽鳥くんか矢原さんの番組を見ていると思います。南川も同意を得た上で行われていることだし、普通にバラエティとして楽しめましたね。最近では、教育に悪いかわいそうだといった意見で芸人の仕事が損なわれることがありますし、今回もそのような意見があることを前提に行われている感じがしました。まあ、南川の芸人としての力量不足もあるかもしれませんね。あの場面でうまく言葉で切り返したりできればよかったですね。私は、ひな壇芸人が出演するような番組が大嫌いで、一切視聴しません。しかし、前回の五輪の時に見る番組がなく、見始めたのがきっかけで、オープニングだけは川島さんの出演する部分を必ず TVR で見ています。この番組は、出演者もスタッフも全力で真剣に悪ふざけする番組です。自分たちだけでゲームをしたり、痛かったり、トークが失敗したり、酸っぱかったり、苦かったり、それらすべてに真剣に取り組む番組です。それが嫌な気分にならないのは、頭脳明晰で、常に的確な言葉を使い、優しく、人を分け隔てせず、人を傷つける言葉を発しない、常に真剣に取り組む川島さんが仕切っているからだと考えます。今回取り上げられているような事例は、多くの場面でありました。しかし、全員が真剣に取り組んでいるから、
嫌な気持ちにならないのだと私は思います。嫌な気持ちになる人は見なければいいのです。選択権はあなたにあり、強制的に主張させられているわけではないのですから。生放送で見ていました。南川さんがセロリを一気に口に入れた後の行動に爆笑しましたが、一方で子供たちが真似をしないでほしいとも思いました。ネットでの賛否両論になることを予想し、少し荒れそうだなと感じました。ただ、今回の南川さんは自分に振られたと知って、チャンスと思って頑張ったのかもしれません。今回の出来事をきっかけに、彼の知名度がさらに上がり、今後もたくさんの出演回数が増えるといいなと思い、彼を応援しています。南川さん、ナイスファイトでした。今後も応援しています。以前、令和が始まる前に終了した、トンネルズの皆さんのおかげでした。うちの食わず嫌いようというコーナーが元の企画ですね。もう、それを知らない人もたくさんいるのかもしれませんね。テレビが求められるエンターテインメント性が変わりつつあるのでしょうね。食わず嫌いの企画では、必ず嫌いな食べ物を食べる人が出るのは避けられないし、その人が苦しむ姿が見られるのは仕方がないことです。本人もそれを了承しているでしょう。賛否が分かれるのは、誰が当たるかが明白でありながら、その状況に持ち込んだことです。私は本家のトンネルズの皆さんのおかげでした。の食わず嫌いがとても好きでした。本家でも明らかに当たる状況で食べさせるシーンがありましたが、ラビットとは異なりますね。ほとんどの人は苦手な食べ物があり、その理由もちゃんとあります。その理由を聞くと納得し、共感することが多かったです。本家では勝負が終わると自然と笑顔になりました。ラビットのゲームは好きなものが多いですが、今回のは食わず嫌い王の名前は付けないで欲しかったですね。下手に口にしたら、アナフィラキーショックを引き起こして、呼吸困難になるくらい、超重度の食物アレルギーがあるけど、本人は全く知らなかったという場合は、本人の生命や心身の安全に関わるので、強引に食べさせた側、共演者やテレビ局などが制止しなかった場合、バッシングされても仕方ないと思います。しかし、今回は単なる好き嫌い、食わず嫌いで、本人が納得の上で食べているでしょう。一度口に入れたセロリを吐き出さなかっただけでも、食べ物を大切にしていて素敵だと思います。小学校5年生まで食物アレルギーがひどかった経験からすると、本当に食べたくない、食べられない、なら断ればよいだけで、断らずに食べると決めたな。ちゃんと最後まで食べればよいと思いますが、いじめだとは考えません。芸人のバラエティ番組におけるリアクションは、俳優の映画やドラマにおける演技と同様です。俳優が演技でいじめたりいじめられたりするのを見て本気になる人は少ないですが、芸人のリアクションには過剰に反応する人が多いですね。もっとラフに受け止めればいいのにと思います。